これは宇宙から見た地球の夜景ですこれを見て皆さん何を感じるでしょうか一つ一つの明かりには暮らしや文化があり非常に綺麗な夜景だというふうに思う方もいるかもしれません一方で現在70億人の人間が地球に住んでいるわけですけれどもこれだけたくさんの電気を使ってかつては非常に暗かった夜をこんだけ明るくしてしまっている まあそんな科学技術の結果を反映するというふうに思う人もいるかもしれません。現在地球ではさまざまな環境問題が起きています。人間活動が発展することによって環境が汚染されたり、自然環境が壊されてしまったり、まあそんな中で私たちは一体何ができるんでしょうか。 今は宇宙の映像を見てもらいましたけれども私の研究のもともとの発端はこの足元の土壌を調べることから始まりました土壌にはこれまでの環境の歴史や自然の営みが深く刻み込まれていますまた土壌を深く調べることによって現在の自然環境であったり人間活動がそれにどう影響するのかということを調べることもできるんですね 私はこれまでこの土壌を中心とした特に森林生態系これがさまざまな環境変化に対してどのような影響を受けているのかまた森林生態系がそれをどのように緩和しているのかそういったことを研究してきました具体的には酸性雨森林の伐採の問題それから地球温暖化の問題そういった問題についてこれまで 大学院生やたくさんの共同研究者の人たちと一緒に研究を進めてきましたそれではこれまで進めてきた研究のいくつかをダイジェストで紹介していきましょう人間が化石燃料をたくさん使ってしまうことによって大気が汚染されて酸性雨がやがて森林を森林に何年かの影響を及ぼしてしまうってことが心配されています酸性によって土壌が 酸性化すると植物や生物にとって毒性のあるアルミニウムが溶けるっていうことが心配されてるんですね実際日本でもたくさんの酸性が降っているんですこれはずいぶん前に行った研究なんですけれども実際北海道で調べてみると意外と土壌は酸性化してないんですねアルミニウムも溶けていなくて森林もまだ枯れていないんですじゃあその秘密はどこにあるのかなってことを調べてみたところ実はそのの土壌の 表面に積ももっっててている落ち葉ここれとと大事だってことが分かりました、まあ、都会では落ち葉っていうとこう積もったあとはもうとかくゴミのように扱われてしまうことも多いんですけども森林の中では樹木が土壌からミネラルを吸収してそれを落ち葉の形で濃縮還元することによって土壌の表面で酸を中和するっていうことが分かりました。 ちょっと図は古くて恐縮なんですけれども実際 pH4.0 の酸性雨を実験的に加えてもその落ち葉を通過しただけでその酸が10分の1以下に低くなっているそんなことが分かったんですね森林の伐採をしすぎるといろいろな環境変化が起こるというふうに言われています特に木を切りすぎてしまうとこれまで樹木が吸収していた成分がこう土壌から 川に流れていってしまいますので水質が悪くなったり不栄養化が起こってしまうんじゃないかまあそんなことが心配されているんですねで、私たちが北海道の森林でその影響を調べてみたところ実はある植物がその変化を弱緩和している和らげているってことが分かったんですそれがこのタイトルバックにも使われている笹だったんですね 笹はこう特に林業の世界ではもう邪魔者扱いされること多いんですけれども森林の伐採をしてもですね笹が生き残っていると樹木の代わりに養分を吸収してくれますので森林伐採の影響を和らげるそんなような働きがあるってことが分かったんです最近の研究の話を少しします今日も雪たたくさんいましたよねこれから北海道は冬 を迎えますけれども、その雪の量が減ってしまうとどうなるんでしょうか。今地球全体ではいろんな気候変化が起こっています。北海道では雪がたくさん降るってことは特徴ですけれども、その雪が減ってしまったときに土壌にどんなインパクトがあるのか。私たちはそのことを考えるときに土壌微生物の働きに着目をしています。土壌が 養分をたくさん含んでいるのは微生物がきちんと働いているからなんですね、えー、落ち葉にはたくさんの養分が含まれていますけれどもそのままでは、えー、樹木だとかその他の生物が栄養として使うことができません土の中にたくさんいる微生物がそれを分解し成分を変えることによって樹木は成長できますし光合成もできるんです 生物の働きですから温度環境だとか水分環境といったような外部環境の変化ってとても強く受けるというふうに考えられるんですねでこれまで、まあ、こういった生物の影響というのは夏の暖かい時期の研究と多かったんですけれども私たちは冬のプロセスについて着目しているわけです特に雪が減少してしまった場合土壌にどんな影響があるんでしょうか土壌微生物にどんな影響があるんだろうかということを調べています 雪が十分に積もっている場合は実は雪がちょうど布団のような働きをしますので土壌にとってみると非常にこう暖かい環境外気がいくら寒くなっても土は凍らないっていうようなことが知られているんですただ雪がどんどん減ってしまいますとそれまでの温度環境っていうのは変わってしまって土が凍ったり溶けたりすることが起こるんじゃないかなっていうことを予想するわけですではその 冬期間、雪が減ることによって土壌にどんな影響があるんでしょうか実際、雪が減って土が凍ることを考えてみましょう皆さんも食品を保管するときに冷凍庫に入れますよね冷凍することで微生物の働きっていうのはこう弱くなるっていうふうに考えられると思いますそう考えると土壌が凍結をしたり融解をするってことが起こると養分が減るんじゃないかというふうに考えるかもしれません。 ただ実際私たちの研究結果っていうのはそれとは逆の結果を示しましたえ土壌が凍結や融解をすることで微生物によって作られる養分っていうのは逆に増えていたんですね、まあ、このことについてまだ実は理由まだよく分かっていなくて、えー、活躍する微生物の種類が変わってしまってるんじゃないかだとかあるいは微生物が使う有機物の性質が変わってしまったんじゃないか、まあ、そんなこと今研究をしているところなんです まあこう考えてみますと私の研究っていうのは何かこうあまりこ,うこれまで注目されてこなかったとかくこう嫌われ者だったものが実は自然界で役に立っているそんなところに魅力を感じて研究してきたのかもしれませんで北海道の森林で研究してきたっていうふうに言いましたけどもえどこで研究しているのかっていうのことをお話ししたいと思います私の研究は北海道大学が持っている研究林でこれまで行ってきました 北海道の研究林北海道大学の研究林は世界最大規模の面積を誇っているって知ってましたが面積全体で7万ヘクタール東京23区よりも広いぐらいの面積が北海道大学の研究林として管理されていますそこにはさまざまなタイプの生態系があって生態学や環境科学地球環境に 関係するさまざまな研究をすることができます私もここでいろいろな研究をこれまで行ってまいりました今年は国際森林年ですけれども森林を研究する意義って何なのかなってことを少しお話しします私たち人間にとっての森林まあいろんな価値があるんですけれどもそのことを生態系サービスっていう言葉で最近評価しようというふうに動きが広がってきています人間直接的に木材や 紙繊維といったものをもたらす供給サービスまた気候だとか水質土砂流出といったような環境保全に関わるような調節サービス調整サービスそれから人間にとっての景観であったりレクリエーションであったり文化宗教そういったような文化サービスこういったさまざまな生態系サービスがこの地球環境変化の中でどのようなメカニズムでどう変わっているのか。 そんなことを研究することが大事だというふうに言われています森林の研究をするときには非常に長いタイムスパン長い時間をかけた研究が必要だというふうに言われてるんですねで北海道大学の研究林ではこれまで長きにわたって森林の変化であるだとか環境の変化について観測をしてきましたこれは森林の構成だとか大気汚染の様子を 示しているデータですけどもそういった長期的なデータを使うことによって新しい研究目的新しい研究仮説の研究をすることができるわけですまた何か研究目的があったときに実際の森林の中でフィールドの中で現地実験をしたり操作実験をしたりこれは温暖化実験だとか大気汚染,を大気汚染の影響を調べるための施肥実験だとか 伐採影響を調べるための伐採実験を示しますけれどもそういった実験をすることができるそんなポイントも研究理にはございますまあそういったさまざまな研究を実行可能にできる大型の観測設備これは高さ25メートルもある樹木の全体を調べることができる林間クレーンそれから二酸化炭素の動きを調べることができる観測タワー そういった写真を示していますけれども冬には雪上車を使って調べますけれどもそういった大型の観測設備も整っています世界にはいろいろな森林があって環境問題もさまざまなんですね一箇所で深く研究することもとても大事ですけれども世界の研究者と共同して比較することで一つの研究成果を一般化することも大事ですこれは国際的な 研究林のようなフィールドサイトのネットワークの図ですけれども北海道大学の研究林もこのネットワークに加盟をしていて今年の9月もこの世界大会が北海道大学であったんですけれども世界の研究者と協力をして共同研究をこれからも推進していこうというふうに話し合っていますそういった研究を進めていく中で考えることがあるんですね私たちは自然をどうしても使わななけければいけない 自然を変えななけければいけないってことこがありますただその豊かな生活の裏腹としてさまざまな環境汚染環境問題が生じているわけですで自然が持っている環境保全機能って限界があるんですね、まあ、そういった中でじゃあ自然と人間の両立どうやったらいいのかなってことを考えるわけです私たちは何ができるのかなで最近私が考えていますのは 自然生態系を深く調べるということもとても大事なんですけれども少しもう少し守備範囲を広くしてじゃあ人間社会が生態系に影響を及ぼしているその要因の社会的経済的文化的背景は何なのかあるいはこう自然が変わることによってそれが私たちの暮らしだとか生態系への働きかけがどう変わっていくのかそういった 人間と自然の相互関係といったものを調べることが大事だなというふうに考えていますそのためには一つの専門分野だけではなくていろんな分野からなっている研究者と議論をし共同研究をするっていうことも大事じゃないかなというふうに最近は考えて取り組みを始めています実際にそれはじゃあどのような場で実現しようとしているのかっていうことなんですけれども、えー、GLP って皆さんご存知ですか GNP とか GDP とかそういったことは新聞で聞いていると思うんですけれども GLP というのはそれとは違ってですねある国際プロジェクトの名前なんですねグローバルランドプロジェクトこれは陸域全球の陸域研究計画といって陸域,の人間陸,域陸域における人間と環境の相互関係をより深く理解するための国際共同研究プロジェクトです。 世界のさまざまな研究者が一つのゴールに向かって共同して研究を進めていこうという取り組みです現在世界の14名の研究者が中心となって委員会を作って取り組みを進めています北海道大学にはその拠点オフィスの一つである札幌オフィスがあるんですねそのオフィスを通じてさまざまな研究集会を開いたり出版物を出したり 若手研究者の育成といったことを進めています私も国際科学院の一名としてこの取り組みに貢献していきたいという,ふうに考えているわけですこれは今年 GLP の活動の一環として北大研究院で行われた大学院生の国際サマースクールです世界の様々な国から集まってきた大学院生と北大の院生がこう一緒になってフィールドの調査の仕方を学びながら 人間と自然の相互関係をどのように研究していくのかってことを議論しましたこの会場にいる学生の皆さんの中でもぜひこのようなテーマに関心を持っていただいてこの GLP 大学研究入りの活動を通じて世界に目を向けた研究者が一人でも育ってくれることを祈っていますありがとうございました